明治大学郵便部は1890年設立の明治大学の弁論部である。元内閣総理大臣の三木武夫を筆頭に多くの政治家を輩出している。明治大学郵便部は明治大学駿河大校舎に本部を置き、泉校舎、生田校舎に支部を置く、人文、社会グループに属する明治大学公認サークルである。弁論、研究、 勉強会などの活動を主に行っており、資金配送脱全国学育お弁大会を主催している。演説会場としても使用された、記念館1929年、有弁部在籍中の三木武雄明治大学郵便部は、明治23年8月、明治法律学校の創立者の一人であり、当時校長を務めていた、岸本達夫を顧問として結成された。 当時は自由民権運動の勃興を受けて演説会が盛んに行われており、明大郵便部も演説会への参加を中心とした活動を行っていた。明大郵便部が最初の盛り上がりを見せたのは、足尾銅山鉱毒事件を契機に開かれた演説会からである。明治34年12月、田中正造衆院議員の天皇寺起訴事件を発端に、 公読問題をめぐる世論が沸騰し、それに伴い、明大郵便部も、路房演説会を多く実施。足尾銅山公読被害者を救済んとする、学生運動は大いに賑にわい、その名を知らしめることとなった。同年10月27日に、明大郵便部は、当時学生だった市松貞吉の働きかけにより、第一期議国会を主催し、刑法改正法案、 台湾富寺法案、外国移民制限法案を審議した。議国会は、学生が訓練や政治の儀を行うにあたり最適な場として、その後16期にわたって、明治帝国議会という名称で開かれ、成長した。活気を帯びた、明大郵便部は、昭和に入り発展期を迎え、郵便大会や遊説など、さらに活動の場を広げていき、昭和4年には、 三木武雄、長尾新吾郎が関東43大学弁論部の講演を得て、世界平和と国際親善を目的に、米国、欧州への世界遊説を観行欧米以外にも、日華の親善を掲げ、中華民国における遊説を実施するなど、海外進出の早挙を果たした。その後太平洋戦争中の閉塞期を経て、戦後から現在にわたり、 数多くの弁論大会への参加や、有名政治家を招いたシンポジウムや、講演会の開催等、様々な形で社会への訴えかけを続けている。このように、120年を超える長い歴史の中で、三木武雄第66代内閣総理大臣に王うの、万木第42.43代衆議院議長、今なお、日本国憲法にその名が刻まれている。 一松貞吉第50代低審大臣など、政界、財界を、はじめ、各分野において活躍する卒部制は800名を超える。ありがとうございます。